で、それぞれに外見上または性格上の特徴があります。今回はその中でも実にユニークな動物をご紹介します。それは狼の体、狐の頭、鹿の足を持っています。タテガミオオカミです。タテガミオオカミは南米の草原に生息し、主に齧歯類などを餌としますが、果実もよく食べることが知られている珍しいオオカミです。タテガミオオカミは体長がせいぜい130センチメートル、体重も25キログラム程度の決して大きくはない動物です。特徴的なのは体に不似合いなほどに長い足で、このため体高は90センチメートルにもなり、イヌ科の中でトップレベルです。ちなみに同程度の体高があるのは灰色オオカミですが、灰色オオカミは体重が100キログラムにもなるイヌ科最大の動物です。タテガミオオカミの背中から首にかけての毛は著しく長く、危険を察した時にはこの毛を立て、自分の体を大きく強く見せるのに役立っています。タテガミオオカミは南米、主にブラジルに住んでいます。好んで住むのは草原地、低木のある森の開けた場所、さらには湿地です。通常日中は敵の目を避けてあまり動かず、日が暮れると獲物を求めて狩りに出かけます。他の大型の犬科動物とは異なり、タテガミオオカミは群れを形成せず単独で行動します。大きな耳は他の動物が草に触れる音を拾うのに役立ち、極端に長い足のおかげで広い視野を確保し、背の高い草原地でも獲物を見つけることができます。基本的にタテガミオオカミはキツネと同じ狩りの戦術を使います。獲物に忍び寄り、ジャンプでアタックします。しかし1回のジャンプではなかなか成功しないのも事実です。統計によるとタテガミオオカミの狩りの成功率は5回に1回程度です。もう一つの狩りの方法は、巣穴を掘って細い口先をその中に突き刺すことです。タテガミオオカミが最も頻繁に捕まえるのは齧歯類、ウサギ、アルマジロなどの小さな哺乳類です。しかし時には鳥や昆虫、さらにはヘビを狩ることもあります。しかしヘビは反撃を仕掛けてくるので、理想的な狩りの相手ではありません。タテガミオオカミの場合、食肉性といえども植物の果実や根もよく食べます。食事量の約半分が植物性のものであるとされています。ですからタテガミオオカミは雑食性と呼ぶことができます。1日のうちおよそ8時間を食べ物探しに費やし、口に入るものすべてを食べて過ごします。中でもお気に入りは、現地では狼の果実とも呼ばれることもあるトマトに似た果物です。孤独な生活を送るタテガミオオカミですが、一旦ペアを組むと一生相手を変えません。とはいえ繁殖期以外は互いに接触することはありません。タテガミオオカミはだいたい30平方キロメートル前後の縄張りを持ち、そのパトロールと狩猟を同時に行っています。マーキングには遠くまで届く強い刺激臭を放つ糞や尿をします。このせいでオオカミ界のスカンクという別名まで付けられています。ともあれ、こうすることで縄張りを主張し、望ましくない相手との遭遇を回避しているのです。タテガミオオカミについて話すとき、鳴き声を無視することはできません。喉にかかった吠え声と相手を威嚇するのに使ううなり声があります。パンパスギツネはタテガミオオカミの半分ほどの大きさしかありませんが、うなり声にも知らん顔です。仕方ありません。タテガミオオカミは退却することになりました。タテガミオオカミは南アメリカで最大の犬科動物ですが、性格は慎重かつ怖がりで、不必要な遭遇や戦いを避ける傾向があります。通常夏か秋の初めに体重400グラム前後の赤ちゃんを一度に3から6匹産みます。生後数ヶ月の間、赤ちゃんの毛は濃い灰色で、尾の先端だけが白くなっています。
最初、足は短く、成長とともに大人のようなスレンダーな体型になっていきます。子供たちはよく動き、遊びが大好きです。大人になるとメスはオスよりも目立っておとなしくなりますが、子供の間はオスメスともにたくさん遊び、将来一匹で生きていくスキルを身につけていきます。飼育下ではオスは積極的に子育てに参加します。メスと同様、子供に狩りを教え、敵から身を守る術を伝授します。しかし、自然環境での子育てにおけるオスの役割はよく分かっていません。これは比較的小さな縄張りの中でさえ、なかなかたてがみ狼の姿を見ることができないからです。たてがみ狼は長い足を持つにもかかわらず、走るのが速いわけではなく、長距離走も得意ではありません。とはいえ、生息地の中ではたてがみ狼より大きな動物は存在しないので、自然界においては大きな問題ではありません。しかし、これは密猟者の前では大きな問題となりました。たてがみ狼の狩猟は禁止されていますが、地元住民の中にはこの動物の内臓が特定の病気に効果的だと信じている人もいます。またボリビアのカウボーイの間では、狼の毛皮の敷物は不運から身を守ってくれるという言い伝えが今でも信じられています。しかも、たてがみ狼は人間に襲いかかることはありません。また特に若いたてがみ狼は警戒心が薄く、食べ物を求めて人間に近づいて町に来て、交通事故に遭うことが多くあります。こうしたことすべてが、もともと狭い自然生息地の減少とともに、この美しく個性的で素晴らしいたてがみ狼を危機的状況に追い込んでしまっているのです。たてがみ狼の飼育下での平均寿命は15年ですが、野生環境での平均寿命はずっと短くなります。たてがみ狼の個体数は世界中に約1万7千頭で、私たちが十分な注意を払わなければこの数を維持することはできません。今回はここまでです。皆さん、たてがみ狼はお好きですか？どのような感想をお持ちになりましたか？ぜひコメントにお書きください。このビデオが気に入ったらいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。